はい、今日はヤオミで毛が生えてくるのか第4回目4回目。はい、どうですか、髪切りましたね。はい、先週言った通り、はい、こんな感じです。確認できるように切ってきました。はい、頭皮どうですか、自分で触って動くような感じがしてますね。はい、まあ、髪の毛が生えてきたかな、わかんないんですけど、動く感じはしてます。うん、柔らかい。まあ、こうピンってピンって張ってたからね、うん、はい、じゃ今日はほぐしていきます。よろしくお願いします。一番薄い頭頂からいきます。今日はポンポンがなかったですね。ポンポン。なんかすごい動く感じがします。これも毛が生えてくるの近いですかね。どうですかね、どうですか。なんかちょっとスカスカ感が減ったような気はするけどね。どうなんでしょう。毛根があると言われてたので、一本一本が太くなるといいんですよね。そうですね、そのためにこんな風にね、血が回るよ。だいぶ動くんじゃないかな。音が気持ちいいですね。側面の方がここが筋肉がある。違う。ここだけが血流良くなってもね、こっちから血液行かないとね、意味がないので、ちょっと周りもほぐします。毎回言ってるけど、すぐ下は頭蓋骨、骨なのでそんなに筋肉がたっぷりあるわけじゃないので、グイグイ押してもただ骨を押しちゃうだけですから、ね、頭蓋骨の上にある筋肉を緩めます。後ろ、親とかでやってくれたらいいんですけどね。でもマッサージってなんか、まあ、ありますよ、ね、シャンプー終わった後にしますよね。そうですね。ただ上手な人と下手な人は極端ですよね。学校では教わらないのかな、現場で多分先輩とかに聞いてるのかな。私が行くところが一人一人やり方が違うので、あ、この人上手い人、この人下手な人、すぐ分かりますね。
緩んでいないといけない。くるくるバージョンになっちゃった。揺らすじゃなくて。今日はくるくるですね。くるくるバージョンです。はい、どうでしょう、こんな感じで。はい、なんか血が巡ってる感じが温かくなりました。温かくなりました。いいですね。はい、はい、じゃあ最後以上、はい、押しとります。こんな感じです。頑張ります。はい。